はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。ポケモン金銀 VC 版。さあ、今日はいよいよ花田ジム。花田は水色神秘の色。ということで、ジム戦でございます。ちょっと、ついでにあれですよね。盗まれた盗品が真ん中ら辺にありますからね。大隅合いのチャンピオン。霞たちがいないもんだから俺っちも遊びに行っちゃった。あはははは。ははは。はあ、そうっすか。とりあえずトレーナー全部倒すんですけど、真ん中ら辺に、盗んだものがあるわけで、それが果たしてどこら辺だったかなみたいなね。わー、水着のお姉さん、わー。まあ多分ここのジムは大丈夫だと思う。多分。何使ってきましたっけ、かすみ。なんかグドラとかいないっすよね。大丈夫っすよ。グドラさえいなければ大体大丈夫だと思うんで、まあ、アカリチンでガリガリ削りまくって、アカリチンのレベルを今のうちにガッツリ上げておこうかなと。いう風に思います。じゃ、とりあえずは、サクサク行きましょう。あ、見つけた、機械の部品。唐突。いや、この4マスの中のどこだったっけかなって感じだったんですけどね。そうそう、そこそこ。そこそこ、ウォップ杭を挟んで左側。懐かしい。さあ、意外とあっさりすぐ来れちゃいましたね。はい。霞はさすがに苦戦した記憶あんまないんで大丈夫だと思うんですけど、どうですかね。来たわね、お邪魔虫くん。なんだよ、ジャリガール。なんだよ。ジョートのジムバッジをたくさん持ってるみたいだけど、舐めてもらっちゃ困るわ。私の水タイプのポケモンは強いわよ。メガギャラドスとか使ってきますからね。えぐいっすよね。ジムリーダーがメガ進化使ってくるとか、卑怯だと。うわー、おかすみわー。いい足。足いいですね。太ももがいいですね。水泳女子の太ももは僕大好きですからね。ちゃんとこう鍛え上げられた感じの。早い、マジで。マジ、ゴルダックの方が早い。ゴルダックそんな早かったでしたっけ？なんかあんまりなんか雨降ってないとそこまでってイメージなんですけど。ああ、まあまあこんなもんですよね。そっか。じゃ、とりあえずゴルに抜かれてるってことは、この後出てくるポケモン大体抜かれてるはずなので、レンジャーしっかり入れていくか。一撃必殺。強い。ぬおう。マジか。おう。ぬおう、マジか。ぬおう、マジか。え、ちょっと、フリドラ。つんくだな。あ、ぬおうなんていましたっけ？ちょっとあれなんですけど、ヘラにぬおう投げるとか。いや、まあ、種ガンさえあれば。種マシンガンさ。え、これどっち？地震とか撃ってこない？でもネットもないですよ。波乗りか、普通に。あ、先手取ってる。なんだ？何この世代のぬおうって。地震、波乗り、何？ド忘れ。やばい。特殊防御がぐーんと上がった。なんか、好き。今のヌオーのドアスロール結構好き。本当にヌオーに合ってる感じがものすごいしてていいですよね。はい。波乗り。いや、そんなだってヌオーですから、ね。ヌオーはね、熱湯だって相場が決まってるんですよ。熱湯って何世代からでしたっけ？ 4 世代からでしたっけ？ 3 世代ってあんま熱湯使った記憶ないんで、多分4世代なイメージあるんですけど。5ですか、もしかして。はい。とりあえず突破。んで、スターミーは、まあ、いや、ガブモンであえて突破していくっていうね。ちょっと明かりチン温存でどうでしょうかみたいな。まあ、スターミーめちゃめちゃ早いので、普通に上問われれるんで、そういうところも込み込みで、神、あ、いや！あのさぁなんだ関東のジムリーダー、どいつもこいつも、ふざけんなよ、マジで。なんだお前ら示し合わせたように、波乗りかよ、しかも最高だって。最近で持ってないんか。なんなん、なんでお前らそんなさ、もうよりにもよってみんなであやぴかあやぴかあやぴかみたいな、うんげうんげ小さくなるみたいな。ふざけんなよ、マジで。影分身だ、なんだ。なんだしてんだ、こいつら。もう影分身とかあやぴかとか使ってこない時点でもう神ポケトレーナーですよね。やばいな、本当に。落ちない？ギリギリ？まあさすがに乱数圏外。あー。いや、自己再生と噛みつくだったら噛みつくの方が、PP 多いですから。まあじわじわ回復されちゃったとしてもね。まあ別にこっちの儲けもんなんじゃないかな、みたいな。マジでさ、めんどくさい。ちょ、割と、かすみさん、もう君、あれですよ。俺だって、あー、諦めてくれた。さすがに。
さすがに急所当て、急所当てられるぐらいだったら当ててはやるわ、みたいな。そんな強気にね、ようやくなってくれましたけど、残念ながら急所当たってもね、落ちないですから、オッケー。よーし、ラス1だ。ラス1なんだ？ゴルスターミーヌ王、ラス1。ラップ！ラプラスね、今俺めっちゃ育ててんのよ。めっちゃ育ててんのよ、頑張って。ラプラスね、かわいいね。ラプラスね、ポケモン GO の話ですよ、もちろん。ラプラスね、なかなかね、これさ、壁張っちゃったら勝ちなんじゃね？もうこれ。余裕でしょ、だって。吹雪とかでしょ、どうせ。当たらない、残念。で、ライパンで上から殴って勝ち。いや、めちゃめちゃカビゴン、ハピナス、シャワーズの次にジムに置くと強いのがラプラスなんですけど、ラプラスって、なかなかね、ゲットできないじゃないですか。なんか昔そういうポケモン GO で石巻しかなんかでイベントがあったらしいですけど、まあその頃はちょうどポケモン GO やってなかったんで、ラプラスは僕はラプラスレードで一匹捕まえたっきりなんですけど、それで今、不思議な飴を用意。あ、対戦ありがとうございました。はい。やるじゃない。なかなかやるじゃない。あんたの実力素直に認めるわ。はい、これブルーバッジよ。関東の自分なんかダントツ楽だったんですけど。めっちゃ簡単だった、普通に。ゴリ押してるだけで勝てましたね。強いトレーナーが譲渡にはたくさんいるの？あんたみたいに、私もいつか旅に出て強いトレーナーと戦うわ。と言いつつ、花田ジムを回収してとんでもなく巨大な、かっこいい花田ジムを作った霞であった。はい。という感じで、あ、霞ファンクラブ会員番号1番の方。すごく怪しい人が花田のに先、あ、ちなみに、これとりあえずゲットしたんで、無人発電所に行けばいいのかな？村長さんどうですか？村長さん。あ、いた、館長さん。館長さん。館長さん。所長さんだった。うおぉ、それは、私の可愛い発電機の部品じゃないか。君は見つけてくれたのか。君、ありがとう。感謝の印に、この技マシンをあげよう。やったー。まあ、世の中には工場マニアみたいな人もいますからね。そういうフェチなんでしょ、きっと。技マシンだな。私の必殺電磁砲。強力な技だよ。ちょっと当たりにくいけど、威力も大きいのさ。電磁砲って、さ、現環境で使ってるポケモンっています？あんまりなんかどのポケモンも大してハマらないイメージがあるんですけど。やっぱ無理ですよね。さすがに、命中率 50% は運命力の範囲外って言われそうですよね。無理ですな。70% ぐらいまでですな。じゃあちょっとまた花田に戻って、じゃあちょっと別のところ行きましょうか。よいしょ。さあまあとりあえず、山吹帰ってきたんですけど、そのまま直行で今度玉虫経由で石畜目指していく感じでしようかな。オッケー。あ、通ってよし。ありがとうございます。美味しい水をね。だいたいこの人にあげますよね。あ、こっちなんか、こっちもなんか、お知らせのチラシ、最近地下通路でマナーの悪いトレーナーがポケモン勝負をしています。付近の住民苦情があったら地下通路へ、閉鎖、あ、はぁ、そういう、そっか、いやまあ確かにね、柄が悪い人がね、いたらね、仕方ないよね。閉鎖しなきゃだよね。オッケー来た、玉虫。絶対もう、なんか無理やり理由つけようみたいな。見え見えですけどね。まあこういうね、ちょっとしたところでもこうユーモアをね、作ってくれるわけですよ。鍵がかかっている。中には入れないようだだけでさ、終わっちゃう RPG なんていくらでもあるわけじゃないですか。めっちゃこの人怪しいんですよ。話しかけていいですか？ゲームコーナーの地下にはロケット弾の味とか、おっとこれは昔、3年前の話だよ。そうなんだ。行ってみよう。ゲームセンター。じゃあまず、何あるの？ライターが置いてある。ライターが置いてある！え？何それ？初めて知ったんだけど。え、そんなのあるの？ターン、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 あ、し、ターン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 。え？あ、ちょ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 、今ずれてくれたとは思わなんだけど、ピカチュー！いや、もう一回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 。もう一回もう一回もう一回。なんかすごいいい感じだ。ターン、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 ターン。お、いいよ、真ん中だよ。ターン、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 まずは、そうっすね。まあ、4倍狙いで。まあ、まずは、ニョロモかな。まあ、大体ニョロモが一番出現率高いですからね。ブブー。
いや、まあまあまあ、初手なんで、ね。まあじゃあ、プリン削れたんで、まあまだニョロモかな。うん。まあ、あの、4回やって1回当たればね、元取れますから、ね。ブー。まあ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 、2回。まあそういうことはよくあるから。よくあるから。いや、まあまあ、ニョロモでしょ。こういうところで日ごってニョロモから外すのが、これまあまあね。おうね。そうですよ。そういうことですよ。はい。で、戻って、ほら、3枚のプラマイゼロでしょ。で、これで、謎の草に行きかけるんですよ。素人は。素人は謎の草にかける。クロートはピカチュウここを選ぶんですよ。ピカチュウのね、3です。はい。ブブーじゃあ、あの、じゃあ、これ今さ、プリン、ピカチュウ、ニョロもプリンできたじゃないですか。ってことは、ループ入ってるんで、ここまたピカチュウなんですよ。ピカチュウの2番です。はい。あ、うわー !3 って言っときゃよかった、マジちょ、まあ、3って言っときゃよかった。あで、これで、今度、あ、プリン、ピカチュウ、ニョロも、プリン、ピカチュウ、ニョロもなんだな、ってニョロも選ぶじゃないですか、素人は。違うんですよ、謎の草ですよ。謎の草の6です。はい。ブブーちょ、待って、プリン外しすぎなんだけど。で、いい加減、いい加減謎の草でしょ。いい加減謎の草が出てくる。あのさ、マジで。あ、これ今、カードをずっと上で来てたんですよ。来てたんですけど、あの、これ初めて下選んじゃないですか。そろそろ僕、1点狙い行っていいですか。これ24倍当てて、神いますから僕。いきますよ。うわお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 いいじゃんいい線いってんじゃんいい線いってんじゃんいい線いってんじゃんあ、これはね、な、あ、ニョロモですよ。ニョロモの、どれでしょうね。あ、答えがありましたね。一個だけ出てませんでしたからね。勝ったわ。対戦ありがとう。ブブーちょ、待って、あのさ。ちょ、絶対当てるわ。いや、これもうニョロモ1点張りでしょ、こんなの。え、もうニョロモの1番1点でしょ。余裕でしょ。日本ダービーで1番買うようなもん。うわーいさあ、ここで、素人は、謎の草に行くんですよ。謎の草の一番つって、あー、ひよっちゃったー、ニョロモだったーっていうオチをね、僕は返しますよ。あの、本気を出すんで、ゲーム実況者一本気を出す男なんで、ネタに走らないガチで当てに行く。帰ろう。おしまい。やだやだ。カジノなんか二度と来ねえ、ほんと。クソゲー。あ、マジクソゲーだわ。やっぱね、運が絡むっていう時点でもうクソゲーですよ、マジで。やっぱ、ね、ゲームってのはね、全部実力であるべきなんですよ。運が絡んでる時点でもクソゲー確定だから、マジで。はぁ、よし、玉虫マンション行こうかな。玉虫マンションいい子。あ、いた。お。毎回恒例ゲームフリークの時間ですね。開発室来ましたね。誰でしょうね、ここに立ってるのはね。はい。そうですか。僕はゲームデザイナー。お。ポケモン図鑑すべて集めるの大変だけど頑張って。これ田尻さんだな。雰囲気的に田尻さんっぽいよね。うん。俺様プログラマーだ。スロットやれよ。誰誰メインプログラマー誰だったわかんない。ふだごちゃん可愛いでしょ。みかんちゃんもくーたまらー。誰さんだっけ。毎回恒例でいるんですけど、誰さんだっけ毎回いるんだけど、名前が出てこない。ということは、じゃあこの人が、つまりグラフィックは杉森さん。俺お前を描いた、俺さ、あれ増田はあれ増田あれ増田あれ増田は、あ、増田、あれもしかしてお前が増田なのか、誰が増田なのかわかんねえ。いいや。増田は多分あれだな。あの、旅行行ってるなりよ、うん。こんにちは。私がとっておきの怖い話を聞かせよう。ある男の子が新品の自転車を買ってもらった。男の子は嬉しくて早速自転車で遊びに行った。気がついたら日が沈んでいた。あたりは真っ暗闇の中。嬉しくて気づかなかったのだ。突然自転車のスピードがガクン遅くなった。ペダルが重くなった。漕ぐのをやめると自転車はずるずると後ろへ下がっていく。呪いの自転車が男の子を地獄へ連れて行くかのように。ギャー。そこはサイクリングロードの上り坂だった。お後がよろしいようで。はい。呪い。はい。二つの意味でね。まあ、やっぱ来ちゃいますよね。もうちゃちゃっと行っちゃおうかなみたいな。タマムシティポケモンジムリーダーエリカ、自然を愛するお嬢様。なんかもう本当にあと一週間後に終わっちゃいそうですよね、このペースだと。にひひ、このジムは女の子ばっかじゃん。おお、女の子がいっぱいおる。はい。行きまーす。
あ、そうか、オス未来のチャンピオンは食堂かなんかにいるんでしたっけ。このタイプがいないんですよね。まあ、ヘラがいるんで、ヘラで合流したらいいかな、みたいな。結構ちょっと待って、エリカきついんじゃないか。ちょっときつそうな雰囲気あるよね。エリカお姉ちゃんに教わったポケモンの技を見せるでしゅー。でしゅでしゅー。ミキ、マキ。わ!ミキとマキじゃん。やべえじゃん。あと、アヤヤ連れてきたらゴマッポーじゃん。ナッチ連れてきたら、あ、ナッチはないわ。じゃあ、それはアヤヤナッチだわ。そんな細けいことわかんねえよ、みんな。おらーミキ、マキ。ちなみに、ナッチとアヤヤと、ゴッチンの、グループは、のちうらなつみって言うんですけど、のちうらなつみは、恋愛戦隊、失恋者ですね。恋愛戦隊、失恋者。かじかな、ふざけんなよ、ナッシーとか、おい。ヘラな、ヘラ無理じゃん。え、どうしよう。え、どうしよう。普通に、え、普通にきつくね。あんな、あかりちゃんでいいか。あかりちゃんで。さあ、来ましたね。いやー、エリカ様ですよ。皆さん大好きエリカ様。皆さんは初代のジムリーダー女性の中で誰が好きですか?夏目ですか?エリカ様ですか?それともかすみですか?僕は、夏目かな、初代は。でもエリカ様も大好きですよ。まあ、ダントツ最下位はかすみ。はーい。良いお天気ですね。ついうとうと、眠ってしまいそうだわ。私、玉虫ジムのエリカと申します。まあ、上都からはるばると、え?試合の申し込みですの?そんな、私、負けませんわよ。寝なかったですね。うとうとしてただけですね。いつもうとうとしてますよね。寝不足なんですね、エリカさん。はい。もんじゃらー。サクッといけるだろうと思うわけですが、てか僕今、思ったことが一個ありまして、ヘラのさ、メガホーンってさ、多分あんまり活躍できるタイミングがそもそもないじゃないですか。メガホーンが刺さる今後の主要トレーナーって、いないんですよね。たけししかり、あいつしかり、カツラしかり、あいつしかりね。うん。あえて伏せたけどね、あいつっていうのは。頭の中に浮かんでも、いやー、もうやめてくれ。やめてくれ。もう外役戦法すぎるだろ、マジで。これ、寝言とか覚えさせた方が良かったですかね。眠気覚ましは使っていいですか?ちょっとさすがに、ぐだるだけなんで、これ連打してると。するの無知は、普通に打ってきた。まあ、さすがにね。一応、もうただでさえさ、間延びするようなさ、こう戦法使われてるのにさ。まあ、当時の草タイプって、まあ、確かにね、最高火力技のソーラービームがもう、まあ、クソゴミなんで、ね、パワフルハーブなんてものないですし、それでプラスアルファ火力もそんな高くなかったですからね。ウツボット、なんかもうアカネチンでご了承しちゃった方がいいんじゃないか疑惑があるんですけど、アカネチンって今言いましたね。アカネチンですね。いや、珍しい。あんまり最近言ってなかったですよね。ついポロってやっぱ出ますよね。まあ、レベルもだん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 追いついてきたかなぐらいな。耐えられる。日本バレ!おやおやおやー!お相手、タイプ相性ご、あ。おやー?お相手、日本バレの効果ご存知ない!ソラビがバンバン打てること以外考えてない!おやおやおや、ジムリーダー様が、大丈夫ですかそれで。え、もうこれヘラに変えられないんですけど、こんなことされちゃったら。え、もう、来たまた。じゃ、なんか、ルイージマンションかなんか出てきそうなタイプのさ、あ、はい、いや、さすがわたこ。はい、はい。タイプのさ、あれですよ、お化けですよね。いますよね、こんなん、なんか、上の方の階層に。なんか、中ボスキャラというか、なんというか、うえーい、もう止まんねえぞ。赤いチン止まんねえぞ、晴れちゃったらもう無理だぞ。ラス1誰がいるんだよ、あとラス1。はぁ、かわいい、綺麗花ちゃんだ、かわいいな。あぁ、かわいい、綺麗花、綺麗花な、パーティーに入れたかったなぁ、なんか、入れたかったね、なんか、一応今回、その、初代から進化するポケモンはちょっと頭数に入れなかったんですよ、ハッサムとか。あ、耐えた、マジ。嘘、耐えんの?え、耐えんの?え、強くね?嘘やろ。嘘や、しかもこのタイミングなんですね、ヤドリギ。マジで。え、耐えるの?え、マジ?日本バレー円盤耐える、マジ?え、勝ったけどでも。勝っちゃったけど。結局相手ソラビ一発しか打てなかった。え、綺麗花ってそんな特防高かったでしたっけ?そんなイメージあんまないんですけど。へぇー。すご。圧勝でしたね。霞張りに圧勝でしたね。
参りましたわ。お強いですもんね。このレインボーバッジ差し上げますわ。ありがとうございます、エリカ様。やったー、レインボーバッジゲットだぜ、ピッピカチュー。素晴らしい試合でしたわ。私感動いたしました。この技マシンを差し上げます。ギガドレインといって与えるダメージの半分が。いいですね、ギガドレ。ただギガドレ覚えるポケモンいますかね。あ、ちゃんと説明してからくれるの、えらい。いや、なんか手渡しされてこれこうだからって説明されるよりこっちの方がいいです。やばい、エリカいいな、性格やっぱ。負けるというのは悔しいものですの。しかし強い方がいらっしゃることは励みにもなりますわ。いや、もうやっぱエリカだな。やっぱ関東の女性ジムリーダーはエリカ最強でしたね。はい、ということでちょっと今日は長めかもしれないですが、この辺で次回のパートでお会いしたいと思います。モッティでした。さよなら、バイバイ。邪魔しないで、Here we go。 優しいキスも今いらない、無駄はやめて。ご機嫌バカ取らないで、遅いから。